おはようございます。釣り子 TV です。ジャッカルの新型トップウォータープラグチョップカット、これを一つ手に入れたので開封していきたいと思います。パッケージはね、こんな感じのパッケージ、綺麗ですね。まあトップウォーターってね、本当遊び心満点っていう感じの、そういったジャンルのルアーなんで、このなんていうんですかね、このカラーリングとかすごい見ていてワクワクするようなパッケージだなぁなんていうふうに思いますけども、外から見ても分かるこの大型のプロペラね、これ気になりますね。じゃあ早速ですね、開封していきたいと思うんですけども、価格は2520円、ね、税抜きの2520円ということで、最近なんですかね、この手のちょっとビッグベイトじゃないんだけど中型ぐらいの、普通のプラグとビッグベイトの間ぐらいのプラグって、なんかこの2500円前後って値段が多いですね。こういう感じに今なっているんですね。裏には説明書きがいっぱい書いてありますが、じゃあ早速開けていきたいと思います。チョップカット、はい、あ、前取り出すときに注意です。はい、はい、出てきました、チョップカット。あ、これはプロペラすごいな。こんな感じのプロペラがついてるんですね、チョップカット。でカラーリングはですね、まあ、ちょっと買うタイミングでいくつか選べたんですけども、まあ、いわゆるザ・トップウォーターって感じのこんなレッドヘッド、ちょっとクラシカルな感じですけどね、それに骨の模様があしらわれたこんな感じのカラーを選んでみました。あ、これはね、絡み防止のね部材がついていて、丁寧にここね、一番先頭のここ溶接されてますね。不意に開かないようにちょっとちゃんと溶接されていて、さらにあ、こっちも溶接されてますけどね、その前にこういったスイベルがついてるんですね。くるくる、まあ糸よれ防止と、あと絡み防止ですね。この前の多分プロペラがこうやって回る時に PE ラインとか太めのラインがこのプロペラに巻き込まれて、あーってなんないように、この前の方にこういったね、工夫がなされておりまして、でこの結構寸詰まりのボディに針が2個ついていて、で両方ともこれフッ素加工の強力な刺さりの針がついていますね。はいはいはい。で前の針にはさらにこういった丁寧にフェザーが巻いてあるっていうことで、あ、でそっか、ここが回転するようになってますね。ここがスイベルが仕込まれていて、こうちょっとクラシカルな風なデザインになっていて、固定しているのかと思いきや、ここにスイベルがこんにちはで、この前のフックが回転することによって、ブラックバスのね、あの強力なファイト、大型のがかかった時のね、頭ヘッドシェイクとかにも追従して鬼がかりしてバレないよっていう、ここら辺がね、あのね、亀山ダムとか関東のね、川島プロが、作ってるってことで、もうかけた魚は何としてもこう釣り上げるぞっていうね、こう本当ね、バイト少ないですからね、あのトップウォーターとかね、まあよっぽどなところに行ったり、よっぽどなタイミングでやったりしたら、あ、まあ釣れなくはないんですけど、やっぱりね、亀山ダムなんかトップウォーターで一匹ドカーンって言ったら、もう絶対バラしたくないですからね、そんな魚を絶対逃がさないぞっていう機構が、ね、入っていますね。で目はこう黒目がちな、こんな大きな目玉が、まあ、両方についていて、常にこうバスにアピールし続けるこういう風な形になってますね。
で裏にはですねチョップカットの説明書きがいっぱい書いてあって、多彩なサウンドで奏でるマルチプレイヤー、房総半島リザーバーをホームに活躍するロコアングラー川島勉がトッパー時代から愛用している水車を現代流にアレンジした新しいトップウォータープラグがチョップカットです。段違いに設計されている特徴的な大きなチョップカットプロップは、前方の歯が水を噛むときに発生する泡を、後方の歯が瞬時に切り裂くことでポロポロと甲高いサウンドを発生します。独自のサウンドによる強烈なアピール力が特徴です。またプロップは左右非対称の形状に設計されており、異なる遠心力で回転、その際に発生する大きな振動がプラスチックボディに生命感を宿します。ただ巻きではデッドスロー、ファーストリトリーブまで幅広く対応し、トゥイッチによるドッグウォーク、ジャーキングなどもこなす多彩な攻めが可能です。投げて楽しい、釣って楽しい新機軸水車型トップウォータープラグの登場です。ということで、この段違いの左右非対称の、専用プロップがね、チョップカットプロップっていうみたいで、こう片方が泡を発生させて、で後ろのプロペラの刃がですね、その泡を切り裂くことによってポロポロという甲高いサウンドが出るということですね。で、針はですねフッ素コーティングフック採用ということで、摩擦抵抗を低減するマジックフッ素処理が施されたオーナー社製 ST36BC を採用。フロントフックはフックの存在感をカモフラージュするフェザーフック仕様ですということで、で絡み防止ワイヤーとバレを防止するスイベル式フック、はいね、この2つで絡みとバラシを低減する、ね、こういった風になっていて、で音はするの、中にはコトコトサウンドですね、ちょっと重低音のコトコトサウンドが隠れていますね。このコトコトサウンドプラスこのプロペラの微妙なスイッシュ音、あとこのプロペラ、あ、そのね先端と後端にねちょっと溝が掘られてるんですよね。これが多分いろんな部材部品と当たることによってちょっとねコトコト音みたいなのが発生してるのかな。これ普通のシュルシュルって音以外になんかカタカタとした音と、あとはこのね長めの愛とここのプロペラが当たることによるなんか擦れたあのバズベイトのようなちょっとシュル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 っていう音と、なんかねすごい複合的な音がいろいろ出てるんですよね。これはねちょっとねやかましい感じなんで、ちょっと小雨が降ったり、あと突然のゲリラ豪雨で魚が上を見ているんだけど、なんか小さい静かなトップウォーターだと反応させづらいとか、そんな時とかにねこれはここにいるよっていう感じでかなりアピールしてくれるんじゃないかななんていうふうに思いますね。で、じゃあちょっとね、あとね、重さの方を測っておきたいと思います。ね、ジャッカルの新しいトップウォータープラグ、チョップカット。これは何グラムでしょうか？ね。23.6 グラム。まあ、23グラム台っていうことなんで、どうですかね、このすごい、刺さりの良さそうな針があるから M パワーとかでも魚が出さえすればサクンって刺さってくれそうですけど、どうでしょうか。ミディアムヘビーパワーぐらいからの竿で使うんですかね。ヘビーだとちょっと硬すぎるのかななんて思いますけど、 M の強めからミディアムヘビー、そこら辺で投げやすいのかななんていう風に思いますけどね。まあなんといってもトップウォータープラグですね、やっぱバイトシーンなんかが目に見えたり、あとはね結構表層でそうやって騙される魚っていうのはねでかい場合がね結構多かったりしますからね、ちょっと一発どんな、まあ、中層とかそことか攻めてあれ釣れないななんていう時に最後の一手、まあ最初の一手でもいいんですけど
ていうね、トップウォーター入れるとドカチンとね。であとはまあユーマ詰めの一番もうなんかね、一日暑くセミがずっとミンミン鳴いていて、で日暮らしが泣き出して、こう夕暮れのあのね、ちょっとね涼んだ瞬間から暗くなる一瞬まで、そういったタイミングでね投げたら結構面白い釣りができるんじゃないかな、なんていう風に期待しております。というわけでですね、本日の釣り子 TV はジャッカルから新しく出たですね、トップウォータープラン、シングル水車ですね、フロントの、チョップカット、これを買ってきてみて、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。